村上直樹のマーケットニュース。皆さんこんにちは、フリーアナウンサー大橋ロボです。村上直樹さん、今週もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。10月14日月曜日、世間は3連休ですが、まずちょっとアメリカの金利動向から触れていきましょう。先週は注目されましたアメリカの CPI、 9月の消費者物価指数が発表されました。鈍化予想がコンセンサスでしたが、まあ、そのコンセンサス予想よりもやや強い数字が出た。特にコア CPI、 前月比でプラス 0.1、 前年比でも 0.1% ずつ上昇していたということですが、まあ、これによって、まあ、FRB のこの利下げの、まあ、そのサイクルというか、これに影響が及ぶものではないという判断でよろしいんでしょうか。そうですね。まあ、若干、その予想より強かったというのがあるんですね。まあ、コアベースで前月比ですね。前の月からの対比で、今月は9月分は 0.3% で、まあ、その、まあ、9月分の CPI が、コアベースで、まあ、0.3% で、その、前の月、前月8月分と、まあ、同じという意味で、まあ、少しこう、予想よりは強かったんですけれども、まあ、ただ、まあ、マーケットの反応もすごく落ち着いていて、大橋さん今言ってくれたように、まあ、FRB のその利下げのペースは、これからこうね、25ベースずつ、ゆっくりとこう利下げしていくっていうところを、まあ、変えるほど、まあ、インフレが何かこう、おかしくなってるっていう話、まあ、それほどこう、インフレがこう、変調をきたしてるっていうほど強くはなかったっていう、そういう評価で僕はいいと思うんですね。はい。まあ、だから、インフレはね、CPI も常に、まあ、雇用統計と並んで、この過去1、2年、もう大きな、イベントになってましたけれども、まあもう、アメリカもそうし、まあ他の国も含めて、まあもうグローバルインフレので困っていた時代が、やっぱりちょっとこう終わりつつあるっていうことなので、まあ FRB としても、別にこの 0.3% っていう伸びであれば、まあ 2% インフレから少し高いぐらいで、まあ単月でちょっと上振れたっていう、まあそういうふうにこう冷静に評価してるっていうことでいいと思うんですね。はい。一方で先週は新規失業保険申請件数、これがなんか結構増加してたっていうことで。まあ、これは週次の統計だし、しかもちょっとこう、ハリケーンとか影響とかがあったりとかして、はい、まあちょっとこう、俺が貴重かって言われると、まあそうでもないと思うので、まあたまたまね、その CPI が出た日と、その新規失業保険申請件数が出た時が同じだったんで、まあ打ち消せやう形で、週の話だし、はい、ノイズの可能性もあるっていう、そういうことでいいと思うんですね。その中でですね、短期金利の上昇っていうのは止まってるんですけど、長期金利ゾーンはものすごく上がっていて、で、この金利高でもアメリカの株式市場っていうのは非常に強い。ダウ平均と S&P500 は史上最高値更新してるんですね、先週末。はい、この金利高でも株高っていうのはどこまでこう続いていくのかなっていう。はい、まあ今はね、もう結局、もう FRB を利下げできる状況になって、かつ経済も、まあ一部言われ、夏場に言われていた、いわゆる、休止失速、サームルールで景気後退だっていう話も結局、まあそうではなかったっていうのが、先々週の雇用統計で、まあ確認したということで、はい、まあそうすると結局その経済も結局安定成長で、インフレも落ち着いてるんであれば、それと FRB がこれから淡々と利下げできている。だから、アメリカの金利上昇といっても、FRB の方向性を変えるというわけではないと、まあ、いうことであれば、はい、まあ、それは、ややゴールディロックス的に、まあ解釈するのも仕方がないというふうに思うので、はい、まあ、先週は特にその金利が、まあ、若干上昇して、特に長期金利の方が上昇して、はい、まあ、経済のその成長期待が高まるのと同時に、まあ、株高が起きたと。もちろんね、株価のバリエーションは相当高いので、はい、まあちょっと短期的にはね、いつ、こう、また急落、例えばまあ 5% とか避けてもおかしくないような。調整ですね。調整はじゃああり得る、領域にはもちろん入ってると思うんですけども、ただまあ経済ファンダメンタルズだけからすると、まあ、結局さっき申し上げたような状況であれば、まあ、なかなかその結局株式市場が大きくまた崩れるっていう状況でもないと。まあだから、それが、マクロ、経済ファンダメンタルが何かこう大きく変わるような、なんかこう変、おかしなその経済指標とか、あとあるいはその大統領選で、まあ予想外の結果が出たりとか、まあそういうことがなければ、まあおそらくこういった状況、今のようなそのゴールディロックス的な状況は、やはり続きそうだというふうに、
僕は考えてるんで、まあ、ちょっとね、行き過ぎてるかなっていう部分はあるんだけども、まあそんなにこう悲観する必要ないのかなというふうに思ってます。特に、まあ、景気後退のリスクがあるわけではないので、株式市場の、まあ、ショック的な、まあ、暴落が起きる環境にはないというないこととでいすうこね。とですね。はい。そして日本です。8月の毎月勤労統計発表されました。名目賃金から物価変動の影響を除いた実質賃金ですが、前年同月からマイナス0.6%ということで、3ヶ月ぶりのマイナスに転じましたということで、まあ、6月、7月は、まあ、ボーナスの影響もあって、まあ、プラスだったというふうにも言われているんですが、結局、実質賃金がまたマイナスになったというのは、まあ、名目賃金の伸びよりも物価の方が強く出たというそうことですね。ですまあ、か8ね。月分の単月に関しては、ちょっとこう、CPI も、円安が、こう、また、の影響とかで、一時的にこう、高く出たっていう部分があるところで、でも実質賃金は、単月では、8月はマイナスでしたけれども、もう、数勢的にはもうプラスに緩やかに転じてるというふうそうにです僕はか。思ってるんで、これはまあ単月の動きじゃないかなというふうに思いますけどね。はい。名目ベースでの賃金自体は、まあ、伸びが続いているそとうでいうすこね。とですね。もう2%以上でもう完全に定着してるんで、まあ、あとは結局インフレ率が今2%に向かってこう下がってくるような局面があるんで、その実質賃金はだからそういう、揺れ、まあ今、プラスといってもまだ1%にも達してないぐらいの小幅なんですけども、それでももう、緩やかなプラスに、まあ、定着しつつあるっていう状況は変わらないと思います。はい。ありがとうございます。そして9日、まあ、衆議院解散されました。明日15日に公示、27日投開票ということで、まあ、選挙戦に突入していくということになるんですが、立憲民主党の公約がちょっと物議を醸しているんですね。日銀の物価安定目標、今2%ですが、これを0%超に変更するとともに、政府日銀の共同目標として実質賃金の上昇を掲げるということで、野田党首はですね、アベノミクスの負の遺産は格差が拡大したことだということで、アベノミクスに否定的で、この2%のインフレターゲットすらももう掲げるのをやめた方がいいというお考えのようですが、これどうでしょうか。まあ、一言で言うと話にならないんで まあ、論評するに値しないっていうことでいいんじゃないですかね。まあ、一応ね、苦しい言い訳みたいなのがね、野田さん以外の方から出てますけれども、要は0%と言っても実際には別に2%でもいいみたいな、まあ、言い方してますけれども、でも、まあ、当たり前ですけれども、ずっと日銀がね、インフレもターゲットをこう拒否して、拒否し続けたのを、まあ、安倍政権で変えて2%のターゲットにした瞬間、もう変わったわけです、世界が。で、結局それをまあ、また逆も、いや、0%ってことは0でもいいってことなんで。デフレですよね、ゼそう、ロ。で、いや、事実上のデフレターゲットなんで、ですね、はい。それを分かってるのか、はい。分かっていってるのか、それがどういうことを意味するのかが全く分かってないっていう意味で、不勉強なのかは、何なのか僕は分からないんですけども、彼らの頭の中は。まあ、だからいずれにしても、もうグローバルスタンダードからかけ離れすぎてるし、まあ、だからもう話にならない。あ、それって結局、もう単純に言えば、ね、もうゼロインフレの世界っていうのは、失業率がね、また上がるっていうことなんで、まあ、そういう世界を無料にしたいと。またこうね、悪夢の民主党政権を繰り返したいんですねっていうことでいいんじゃないですか。普通に考えれば。そして、NHK の日曜討論で与野党の9人の党首議論交わしたわけですけれども、まあ、消費税について石破自民党総裁は引き下げることは考えていない。また当面上げることも考えていないと述べられているんですが、この消費税について石破さん、景気に左右されない社会保障の安定財源であるという認識を示されているんですね。この認識でいいんでしょうか？それはまあ違うんですよね。それはだから10年前まで、いわゆる財、まあ、10年前まで、第二次安倍政権が誕生するまでの、まあ、自民党の人たちがみんな言ってた説明、つまりまあ財務省の説明をそのまま、説明されてるってことですね。じゃあ、今時そんなこと言ってる人いないですよ。自民党の中で。渋 谷おさんそはらそく。こから時間が 止まっそう。てるんです多か？分ね、そこ、まあ、まあ、おそらく政権からずっと干されてたので、
まあ、何もこう、アップデートされないまま、まあ喋っちゃって、これまずいですよね。だそから、うでかろすうじて、ね。さすがに、まあ、一応菅さんと岸田さんに一応首相にしてもらったから、それは引き継ぎます。で、だから、それと反しないことを言えばいい、反しなければいいんだっていうことで、で、実はあまりよくわかってらっしゃらなくて、で、まあ、増税についても、消費税についても、まあ、そういった認識でいらっしゃるということなので、だから、まあもう本質的には、要はその金融緩和で、事態が、経済がここまで、広範囲にこう改善したっていうことを、やっぱりその本当にはお分かりいただいてないんですよ。うん、そうですまあ、たまね。たまなんだ。たまたま金融緩和が効いたんだ。一時的に効いたんだ。安倍さんはラッキーだったんだ。多分それぐらいしか多分思ってないんですよね。だから、ずっとね、自分が思っていたことと違うことを言わされてるから、あまりこう、ね、あとかつ不勉強なこともあるし、まあ、いまだにその、なんて言うでしょう。何もこう、政治的にこうね、制約がなければ、まあ、ある意味その、まあ、霞が関の言うがままのような、政策をしてしまうリスクがとても高いと、いうことですね。まあ、ただ、そうは言っても、基本的には、ね、要はその、そう言っても、そのさっきも言ったように、いや、まあ、財務大臣、まあ、菅さんの目を、まあ、なんとも光ってるし、まあ、下手なことはできないっていう、まあ、そういう中で、こう、ギリギリのところで、こう、まあ、なんとなく、なんでしょう。持ってるっていうか、そういう状況なんじゃないですかね。はい。まあ、日本維新の会の馬場代表、国民民主党の玉木代表は、まあ、消費税下げるべきだというふうにね、まあ、お話しされていると。やっぱ景気が悪いときは、まあ、減税して、こう、成長を促すというのが正しいあり方で、景気が悪くても、安定財源が欲しいんだっていう考え方っていうのは非常に危険かなという気がそうですね。しま危す険ね。ですよね。はい。で、まあね、次の選挙、総選挙の結果どうなるか全然わからないんですけれども、はい。まあ、一応、国民民主党と維新が、減税の方向で一応言ってるので、まあ、立憲民主党はもう、さっき申し上げた話にならないね、はい。んで、場合によってはね、一番いいパターンは、減税を掲げる政党と協力するっていう、それが一番いいパターンですね。そうですね。はい。そしてまあ、石破さん、じゃあ石破カラーっていうのは何なんだというところで、改めて村上さんのご論考からなんですが、まあ、地方ですね、地方政府への補助金拡大を考えているのではないか、地方創生2.0と、ここですね。そうですね。まあ、これ言葉ね、まあ、おっしゃる、事実上補助金なんですけれども、なんかこう政治の世界だったら、霞が関用語だと、交付金、まあ、地方公正交付金があるじゃないですか。で、なんか、まあ、交付金って言い方するんですね。まあ、おお、実は補助金なんですけども。で、その予算を、2倍にすると。で、その予算、実はまだ、どれぐらいかっていうのが、僕も調べたんですけども、まだわからないんですね。まだ明確にされてないん明です確にはね。されてない。ただ、地方創生の交付金とおっしゃってるんで、で、この地方創生の交付金っていうのが、実際どれぐらいなのかっていうのは、まあ、ある程度わかっていて、僕は今、手元で調べると1.5兆円とか6兆円ぐらい、すでに、今年の、予算としてもう計上されてるんですね。まあ、それは、地方創生のその政策が始まってからずっとこう行われてることで、少しずつ増えてきてると思うんですけども、で、それを倍増するって言ってるんですよね。3兆そう、円だからぐらい。3兆規模に、1.56兆円規模の今の予算が、予算っていうのは要はこれって、交付金と言ってますけども、まあ、要は、中央政府で集めた一般会計の税金を、まあ、地方政府とに、地方政府、あるいは、それに、地方政府と仲がいい業者さんに、ばらまくと。1.5兆円以上追加でばらまきます。そういうことです。その後、我々には増税が待ってるってこそうとでなすんでね。すかだね。から、どうしてもやっぱりこういった政策をやってるってことは、
やっぱり、減税って発想にならないわけです。で、そこはやっぱりね、維新とか国民民主党と、まあ今の自民党、特にその石破さんが首相になられた自民党、石破政権ともやっぱり大きな違いだということだと思うんですよ。で、まあね、まあこれはまあいろんな考え方とかあるけれども、さすがにまあ経済状況等から見て、まあ増税はありえないわけで、で、いかに増税を止めなきゃいけないかっていうところの意思になってると思うんですね。で、そういった中で、やっぱり、まあ、こういった、こう、まあ、石破さん自身がずっと、こう、まあ、さっきの、消費税の考え方についても、まあ、古臭いままのお考えで、で、まあ、そういった、あと、まあ、言い方悪く言うと、地方への、所得、お金をばらまくために、中央、まあ、政治家をやってるような方が、やっぱりリーダーになってしまうと、まあ、それはやっぱり日本経済全体にとって非常にマイナスだということですよね。で、まあ、で、マーケット、これはまあ、僕はまあ、投資家の目線で言いますけども、まあ、そんな考えの人が、やっぱりリーダーになっちゃまずいですよって。まあ、だから、まあ、経済成長も、まあ、最低限のところはね、要は、アベノミクス全否定で、もう一回、民主党政権みたいな政策しますっていう野田さんみたいに振り切っているわけではないということなんですけれども、でも、やっぱり仮にそのやっぱり石破政権が長期政権になったら、これやろうとしてることはもう明らかなので、まあある意味その市場経済を、まあ市場のその経済成長をまあ邪魔するような政策を主にやられていて、やっぱりその、なんて言うんでしょうね。反市場主義なのか、反資本主義なのか分かんないんですけども、多分そういったところのその本質は多分、これ石破さんの本質は多分変わってないっていう、そういうことで僕は理解してるんで、まあそれをね、変えてくれるような人が、ね、石破政権の中でいればいいと思うんですけど、まあ、やっぱりそうは言ったってね、人間そんな感じに変わらないってことだと思いますんで、結論は、まあ石破政権の、あ、ごめんなさい、岸破、あ、岸、岸田政権の劣化版なんですね。石破政権は。まあ、だから、やっぱりこれではまずいんで、まあ、早くこうね、まあ、首相が変わられることを、まあ、マーケットさんか、投資家としては、やっぱ期待するしかないと。そういうことでいいと思います。だから、石破政権が長期化するようだと、日本の株式市場、日本の金融いや、市ま場ずいでしもょ低迷するということでう。すね。長期そう低です迷のね。リスクがあると。ありがとうございます。今週も村上直樹さんに伺いました。ご覧いただきありがとうございました。ありがとうございます。日本には近代政党が必要だ。自分の生殺与奪の権を政治家に任せていってはいけない。ましてや官僚シンクタンクにしている政治家に任せたら何をされるかわからない。規制が増えたり税が増えたりすると、政府の力ってどんどん強くなっていくで、そうすると自分たちの意思とは関係ない政治とか社会の意思決定がなされていく。それが環境に役立つのか役に立たないのかという人は大勢いたんですが、そもそも手続きとしておかしい。民主国家というのはこれ基本的に手続きの世界なんですよね。目的は一つで、日本が地球上で文明国として生き残るため。